お疲れ様です、吉谷さん。今朝はいつもと違う朝になりました。というのが、パソコンが立ち上がらずにね、トラブル処置に追われていましたね。朝のライブ放送もスマホでなんとかやったっきりで。いやーなんかね、やっぱ慌てますね。何回こういうことがあっても。で、結局はパソコンを初期化して、まあまたね、いろんなものをダウンロードし直して今、なんとか、普段通りに戻ったような感じなんですけども、でもデスクトップに貼り付けてあった情報は全部消えましたね。それからダウンロードファイルも消えて、まあゴミ箱の中も空っぽで、まあスッキリしたといえばスッキリしたんですけどね、まあ、個人的にああこれは取っときたかったなっていうのが結構あったんですけども、いた仕方がないかなっていうところですね、まあ気持ち切り替えていきましょうか。どうせ2024年になりますからね。なんかこうごちゃごちゃしたものがスッキリしてよかったかなみたいなところがありますね。どうしても取り戻さないといけないものはまあね、なんとかなるでしょう、これから徐々にやっていくと思います。まあこれを一心にもパスワードもいろいろ変えていこうかなってところですね。まあこうやって強制的にリセットされるとやっとなんかその気になりますね。多分ビジネスされる方ももうクビになったからやるかみたいなところもあるんじゃないですかね、はい、お疲れ様です。